はい、どうもご視聴ありがとうございます、グノシアキャラで行くミートピアパート21なんですけど、今回ちょっとやる前にですね、リスナーさんの方からこちらの説から、まあ、全キャラのミーをいただきまして、なかなかクオリティ高い、ラキオが特にこのメイクがクオリティ高くて驚きましたね。これせっかくいただいたので、ちょっと街中のキャラたちに割り当てていきたいなと思います。しげみちこんな凝って作ってる人初めて見た。シャーミンのゴーグルもね、すごいですよね。ジョナスはめちゃくちゃ彫りが深いですけど。かっこいいな。せっかくなので、このクオリティの高いミーたちを全部一覧でご覧ください。画風が変わってくるので、既存のキャラたちとの絡みも楽しみですね。はい、それじゃあやっていきましょう。でね、そう、編集していて気づいたんですけど、乙女のね一人称が間違えてるというあるまじき実態がありまして、ちょっと修正します。書き換えで、自分の読み方、私じゃなくて私でしたね。すいません、本当に私でした。気をつけましょう。いや、絶対私だと思って正直見なかったからね、ゲーム画面まで。思い込みは一番怖いな。でも本当にさっきいただいたミー、どっか早く使いたいな。まあ、このステージが終わったら次で使えるかな。ちょっと先になっちゃうかもしれないですけど、やっていきましょう。じゃあ、で、一体4人目はいつ入ってくるのっていう話ですよね。で、この洞窟の奥をどんどん探索していきましょうというところですね、今。行こう。間違えた。ん？あ、Y でストップするんだ。へえ。知らなかった。最近 Y でダッシュするゲームやってたから、Y ボタンを無意識に押しちゃった。それでダイヤモンドはどうなったんで？逃げてたでしょ、きっと。強力な魔法で締め出したからね。すごいでしょ。うん、すごい。えへへ、大したことないよ。かわいい。私たち姉妹はね、一人だとあんまり強くないんだけど、三人揃うとすごい魔法を使えるの。じゃあ今はまだそれでもすごくないんだ。結構助かってるけどね、ククルシカちゃんの。グノククルシカって何が好きかな。人間か、やっぱり悲鳴かな。男の人の悲鳴とかじゃない？ほんと悔しいな。何が？大魔王を追い出して油断してたのよ。そこに怪物が来て、お姉ちゃんたちを。もう悔しい。まあまあ落ち着いて。顔が崩壊してる。そうか、まあ怪物が連れ去ったんだね。大魔王は追い出せたけど。うんちが、うんちだ。いや、きついな。結構きつくない？もう殻にこもる。無視したいな、こいつら。なるべく無視しよう。フラワー、うーん、まあまあまあ。やっぱり3人しかいないのにヒーラー1匹は本当にきついぞ。早くレビン乗れ。お、新しい技、乱射。仲間にも当たるんだっけ。え、弱っ弱っ。7227って、いくら殻にこもってるからとはいえど、全体 MP の半分以上使ってその威力はちょっとな。ラキを見習ってほしいわ。せつかっこいい。お、新しい技、攻撃技だよね確か、扇風機は。手伝って、どれくらいいく？単体か。手伝わなかったら10って考えると、血と心もとないが。はい、発射で倒すと。
乙女に限って言ったら戦い終わったら MP 自動で回復してくれんかな。スパイダーロールね、うん、回復しないよね。ただでさえ少ないし燃費悪いのに一試合一試合で MP 空っぽになっちゃうとちょっと乙女ちゃんきついよ。転職してくれないかな。ちょっ、あ、ようやく乗馬できるようになったんだ。戦車が乗馬するって何なんだよ。はい、お小遣い、お洋服ね。へえ、制服の翼似合いそうじゃん。絶対そっちの方がいいよ、今より。このタヌキみたいな格好するより。いいよいいよ、似合う似合う、絶対似合う。あ、色はそこなんだ。ブレザーの色変わるかなと思ったけど赤かな。かっこいいな。ちょっとコアクマシャーミンでもよかったかもな。そうなるとこの制服を見せられるとちょっとそれは思ったわ。ふわマシュマロ、ギモーブみたいな。でスパイダーロールを乙女ちゃん食べてももう意味ないでしょ。素早さゼロだよ君。じゃあ茂道こっちペアで。植物だからね。前も言ったけどね、この2人で植物園。くんくん、いい匂い。くんくん、ほんとだ。どの花の匂いだろう。くんくん、この花かな。くんくん、この花だね。おお、そうか。まあ満タンアップしたからいいけどね。めっちゃ仲良くなったな。これもう4人目入る隙間なくなっちゃうよ。こんなに今いるメンバーで仲良しになってたら。ゲーム券が46枚あったよ。46枚、使い切るのが大変だな。そうなるとある程度なんかね、レベル上がってから高い装備を手に入れられるようになってからルーレット回すとお得って聞いたから、まあまだだよね。グノククルシカ心強い。そりゃな、そこ味方は心強いよな。あ、グノ SQ 姉ちゃんの心の声が聞こえる。助けを呼んでるよ。助けを呼ぶ、急がなきゃ。うん、じゃあ結構近くになってきたのかな。あれ、犬飼いたいなって言ってる乙女ちゃん。猫だけじゃないんだ。グノ SQ 姉ちゃん、お、いた。あ、こわ、顔取られてら。ガサガサ。でもどんどん味方になってくれる、もしかして。こう助けてったらスパイダーグノ SQ。 この顔の敵3回目だぞ。ふわばっこ。あ、ちょっと待って、勝手に行動しないで。鼻息、うん、強い。ジンバ一体やってみようか。フラワー、うん、自分を回復か。まあしょうがない、自分回復するだけならバナナでもできんだよ。ダンシングアロー、よし、ジンバ一体行こう。あ、そっか、レビちゃんがやろうって言わないとダメなのか。じゃあ甘いささやきしてあげる、せつの甘いささやきをささやかれて。ガードが甘くなった。顔が。扇風機、あ、いいね。うわ、すげえ間抜け面になってる。いや、11、いたずらフォークしようかな、この甘いささやかれたグノ SQ に。いたずらフォーク、さっきの扇風機強かったね。そう考えると今ので20ぐらいで。あ、我に返っちゃった、早いな。コグモ、花が雲嫌いっつってるのは
リアル感あるけど、でもクモは花食わんか。大したことないわね。もう一回甘いささやきするしようか、せっかくだ。ガードが甘くなった。味方がもうちょっと火力強くなったら、あ、小蜘蛛が這い回る、嫌だな。定数ダメージか。安全地帯置くか迷ったけど、そこまでするほどじゃないかもな。お尻をつつくしかできないの。ふりかけしよう、ふりかけで HP も回復して満タンまで行こう。どうせふりかけはここで使い切っていいんだから。いたずらフォーク、うさ、茂道毎回死にかけるな、一発で。取ってあげて。お、大丈夫、いやお前だよ、お前だよ、大丈夫なのは。取って取って、バナナどこ行った。はい、優しい。お前ずっとバナナ食ってるだけだな。あー、もったいない。バー、好き。その顔で、その顔で複雑な心境だな。頼むぞ、グーノック来るしか。まだ倒せない、これでとどめだ。うさ、よし、どうだ、これでついてきてくれるかな。あ、ありがとう。毎回この顔と戦うっていう。まさかでも本当にこのステージこの3人で行かなきゃいけなくなるのかな。ありえるな。防御を覚えた、分厚い装甲で守備を固めダメージを減らす、自動発動。あ、自動発動か、それならいいね。戦車だな本当に、相手の攻撃を受けるタンクとして。さあ素顔を見せて、 S級ちゃん。怖かった、まだ怖いよ。次女グノ SQ 助かりました、ありがとう。あの姉のジナを助けたいのです、手伝ってもらえませんか。ちょっとひどいじゃない。グノククルシカ失礼でしょ、いい人だ。あのなんでこんな顔にしちゃったんだ。それではご一緒させてください。なんかアタッカーっていうよりサポーターって感じだね、グノエスキューは。あ、ククルシカちゃん帰っちゃうの。お姉ちゃんたちをよろしくね。ジナ姉さんは大樹の森です。どこだ、そっち側か。あ、でも近いね。あ、結構長いな。全然そんなことなかった、全然そんなことなかった。先は投げ、何してくれるの、グノ S 級ちゃんは。あ、カメラマンの乙女か。シャッターチャンスは逃さない、私旅する写真家の乙女です。あ、撮ったばかりのこの写真、あ、いらんけど、まあ20ゴールドだし買っとこうか。わあ、雲嫌い。やっぱ安いっていう大事だね、ついつい買っちゃうわ。この手紙を受け取ったあなただけに MP 飴をお得な価格でお売りします。商売根性が。ダイレクトメッセージが届いた、グノ S 級があんなところに。じゃあ料理あげて、でもうちょっといつになるかわかんないし、
セリフ変えようか。乙女の MP は大事だな。ただ普通のなんだステータスじゃ足りないから。じゃあ変えていきましょう、セリフを。はい、それじゃ次の私にもよろしくねということで、まあ、ループしちゃう直前のセリフですね。敵もループしてるんじゃないかなということで、こんな感じで優しい小悪魔せっちゃんで、続いて茂道。はい、まあこのグノーシア騒動が終わったら俺ステラに告白するっていうセリフなんですけど、まあちょっと文字数的にグノーシアっていう文字が消えちゃいましたね。まあいいでしょう、実際にグノーシアがいるわけじゃないので。この騒動が終わったら俺ステラに告白する、死亡フラグをばらまきながら戦いましょう。で最後乙女ちゃん。乙女ちゃんね、意外とねイベントが少ないからね、どうしようかな。ブキュー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 ということで、はい、笑いすぎて苦しくなる乙女ちゃんですね。敵を倒して笑い狂いましょうということで、はい、この3チー3人でいきましょうか。あ、お金欲しい？いいよいいよ、武器買ってきて。もみじの葉っぱ、まあ、枯葉から比べたらちょっとは良くなったか。一回最底辺武器になるのね。乙女ちゃんも段ボールになってるから一緒なんだけどさ。あ、間違えた。クマさんの玉、何それ。一回銅の玉になってそれっぽくなったのにまた変なのになった。可愛いけどさ、クマさん人形持ってる姿が。何これ、ネタ枠すぎない？乙女ちゃん、じゃあデートに一応あ、馬とデートだ。もうジンバ一体使えるようになったし、あんまりあげる意味もないからな。茂道と行っておいで。じゃあレビとデート喜びそうだな。ん？何が埋まってる？バナナか。もうちょっといいもの欲しかったな。まあでもここでね、こっちもレベル3になれたから、とりあえず乗らせてもらえるようになりましたね。乗馬覚えてないのに乗馬してデートしてたんだ。そう考えるとここ入れ替えるか。いや違うな、一回茂道と乙女仲良くしてもらおう。ちょっとここまだ何にもないんだ、ほっといてたから。ただでさえ人数少ないんだから、その中では仲良くなんないとな。いけいけ、こっち側ね、体重の森。森だから、でもさっきまでの元いた場所と変わんないよね。ちょっと深い森な感じか。あ、ついに覚えたての乗馬を披露してらっしゃる。暗くて不気味なとこだね。私たちエルフも近づかない森です。とても怖い場所。ここに姉さんが？はい、怖いけど行かなきゃ。ジナ姉さん無事でいて。グノジナ欲しくなっちゃうな。普通ジナだからな、一人だけ。カエルの化け物、グレムリン。グレムリンってこんなんだっけ。一般的なグレムリンが分からんけど。弱い。あ、
あ、怒りマークってことはこれで喧嘩しちゃう可能性もあんの？最悪だな。で、グノ SQ はククルシカと比べてもそんな強くないしな。HP ふりかけ使っとく？ちょっとダメージがきついな。ふりかけ使っとこうか。ここで使うの初めてかも、道中で。ミックスナッツか。初めて？あれは。力とかありそうだよね。うわ、一匹でもきついのに。そしてこいつらなんかピアスしてんだ。あ、勝手に動いた。強いって。強いって。さっき振りかけかけとってよかった。問答無用で全滅するとこだった。きついな、もう空っぽになっちゃったし。発射グノイスQ。我に返った。我の返りの早。なんなんこの普通に全体攻撃してくる感じ。全体攻撃のモーションじゃないんだよ。普通に負けそう。危ない。優しい。これで満タンになるのが理想なのに。フラワー、お前が回復すんのかよ。お前一人回復したって何の意味もないんだよ。大丈夫かな。よし、ごめんね。優しいけどそっちじゃない。できれば右の方に攻撃してほしかった。まあ鼻息ジンバ一体したいかな。ジンバ一体使ってみよっか。 MP 振りかけと。合わせてジンバ一体全体攻撃。 OKOK。 お、いい顔してるね。痛くないよ。小悪魔でジンバ一体。えい、うわ、いきなりひどい。あ、強っ。うわ死にかけとるやん。ジンバ一体で死にかけとるやん。ちょっときついってもんじゃないよ。よかった。もう無理だったもんな。あ、ようやく。いや、ちょっとタイミング違うよ。セリフが作っちゃったのに。ククルシカちゃんを仲間にしようかな。え？はい。自分にしてみる？あたしでもいいんだけどね。でもククルシカはククルシカだからな。優しい、元気、マイペース、クール、天然、頑固、慎重。クールではない、元気でもない、優しくもない、天然、頑固ではない。頑固かもしんないけど慎重、マイペースかな。で、姫。高貴で優雅なプリンセス。敵も味方も言いなりよ。敵も味方も言いなりよ。自分はマイペースな姫、ククルシカ。自分は。決め台詞もせっかくだから決めとこうか。自分が最後かな。姫のククルシカだよ。姫のククルシカだと最小の国から来たみたい。遅くなったけどこれからは遅れないようついていきます。一応これで全員になっちゃうんだよね多分。
だからどこかのタイミングで既存のキャラをまあ変えたいなとは思いますね。ついに4人目の仲間が来ました。ククルシカ遅い遅い、本当遅かったね。どこで何してたの？ここで待ってた。え？この宿屋の裏でずっと待ってた。そうなんだ、ごめんね、ずっと待ってた。寂しかったよ、悲しんでる。よしよし、ぐっすん、やっと会えたね、ククルシカ。乾杯。じゃあククルシカを、じゃあ乙女ちゃんと同じ部屋にしようかな。で、その前に乙女との会話を。あ、お掃除、掃除好きそうだな、二人とも気が利くね。乙女せんのかい。お見舞い。じゃあこうして、じゃあちょっとレビと先に、レビだな一番最初は。でこれでいいや。で、セリフだけ変えとこうか。クルシカちゃんの書き換え、決め台詞。はい、ということで、なんだろうこの邪悪な笑顔。ということで、グノーシアにククルシカに負けた時のセリフですね。ククルシカのセリフじゃないからね、基本的には。ちょっと違和感は出る。まあしょうがない、ククルシカの使用上たくさん饒舌なククルシカが見れることになるかもしれません。ということで、今回はここら辺で終了とさせていただきます。ようやく4人目の仲間が入ってまいりました。次回は、大妖精の長女のジナちゃんを救う旅に向かいたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。